はい、次はしびれの治し方についてお伝えしていこうと思います。当院にもしびれで悩んでいる方ってたくさんおられますが、そのしびれを解決していく方法、これも自分でできていきます。これについてお伝えしていきたいと思うんですけれども、注意点が2つあります。つま先立ちであったりとか、かかとで立つことができないっていう方、こういう状況です。つま先でこうやって立てない方、これできない方とか、かかとでこうやってできない方、これはですね、神経の問題です。筋肉がどうとかっていうお話ではなくて、もうそれはさすがにですね、椎間板っていう部分であったりとか、あと脊柱管っていう部分がもう狭くなってしまっているっていうことが考えられていきますので、それはもう手術の適用になるかもしれません。手術ですね、オペが必要かもしれませんので、つま先立ちとかかかとで立つことができない方はすぐに病院に行ってください。で、MRI とかを取ってもらう、あと力が入らないとかですね、足が上がらないとかっていう場合ももう手術の適用になる可能性がありますので、それは自分では治せないですから、やっぱり治せるものと治せないものってありますので、そこだけ注意してください。あとおしっこです。おしっこであったりうんちっていうのが、近くなるぐらいだったらまだ大丈夫だと思いますが、トイレに行こうと思っている途中で失禁をしてしまったりだとか、便を漏らしてしまったり、それはもうここの背骨の部分の神経というところがもう圧迫されてしまったりとか、引っ張られすぎてしまっていることが問題なので、それはですね、気をつけていただければと思います。そうでないよって方、私はそこまでではないですよって方は、これをやっていくと解決していく場合がたくさんありますので、ぜひ今日のやつを見ていただければと思います。しびれに関しては、執着液ですね、執着液、座骨神経っていうところの執着液があります。座骨神経というところの執着液が足の裏の部分にありますので、そこの部分に対してちゃんと治療自分でできてくれば良くなっていっちゃいます。まずですね、足を出していただいて、靴下脱ぎましょう。脱いだ方が分かりやすいですね。ちょっと私の足汚いですが、はい、足が、こうやってあった時に座骨神経の執着液がくるぶしがあった時のかかと、これ以前もちょっとお伝えしたと思いますが、この辺がまず執着液です。くるぶし、かかと、線で結んだここ、真ん中のとこですね。この辺を指でもいいので、グリ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 してあげることです。グリ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 、これ痺れてる方であったりとか、足の裏が突っ張るなって方はこれがいいですよっていうところは前回お伝えしたと思いますので、まずここグリ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 、しびれをここで取っていくことですね。これまず1点、深呼吸しながらふーっと息を吐きながらグリ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 を、まあ、30秒ぐらい繰り返してあげる。もう1個がですね、出っ張っている骨のところのちょっと下がってきたところ、この辺ですね。ここもグリ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 ですね。ここ結構強めで大丈夫です。結構強めで大丈夫。この辺まずグリグリしてあげること、さらにですね、足の外側の部分ですね、くるぶし、かかと、ちょうど真ん中ぐらい、ここも座骨神経っていうところの執着液になるので、グリグリです。グリ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 してあげると、神経を引っ張っている部分を解消することができていきますので、まずこれによってしびれっていうところをまず取っていくっていうのが一つ有効なやり方になっていると思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。はい、まずはここの足の裏の部分を実際にグリグリしてみて、どう変化するのかっていうところを試してみてください。次回はちょっと離れたところですね、離れた部分の治し方についてお伝えしていきますので、そちらの動画も楽しみにしていてください。本日の動画は以上です。いつも動画にいただきありがとうございました。